どうもゴッピーです。さあ、甘神実況プレイシャープ3でございます。それでは行きましょう。さあ、前回からはですね、もういよいよあやつじさん一択でねやっていきましたけども、今回はね、どのようなストーリーが僕を待っているのでしょうか。前回のねプレイ時間、俺は午前3時に何をやってんだ、深夜のな。さあ、ちゅうわけでね、これね、前回ね、星マークのイベントやっちゃって、もうレベル2で憧れ行くのが確定したんですよ。早いよね、マジで。もうシャープ3にして、もうレベル2に到達してしまうというわけでね、もう展開がかなり早く進んでおります。これもね、やっぱりね、1周目はね、いろんな女の子に目移りしてね、まあいろんな女の子のね、イベントをこなしてたからでしょうけどもね。いや、2周目マジで早いね。そう、あっという間にね、もう9日目ですよ。これはもうあっという間にね、なんか終わってしまいそうな気もするけどね。いや、でも俺はこのゲームを長く続けたい。まあでもね、やっぱりね、前半はね、やっぱり平和なんですよ。もう平行線みたいな感じ。後半になるとね、一気にストーリーがね、加速するからね。さあ、誰のイベントか全然わかりませんでした。あ、森島先輩、あれですね、森島先輩に憧れを抱いてね。あー、森島先輩、モテるんだな。僕なんかとは付き合えないよなーっていうイベントね。早いね。なんかそう考えたらさ、森島ルートってあっという間にここで立たれちゃうんだ。ねえ、このダイナマイトのイベントってそういうことでしょ。もう森島ルートには二度と行けないっていう。ちょっと悲しいけどね。まあこれも現実ですわ。現実。ね。ね、会話イベントオンリーか。で、これが今日期限。まあこれはやるしかないでしょ。まあゲージがね、まだ満タンじゃないんで、ここはとりあえずゲージ貯めよっか。さあ、あやつじさんをお呼びします。なんかいつも屋上にいるね。あやつじさん、今ちょっと時間いいかな。うん、平気よ。いや、なんかちょっと俺さ、このゲームやるのちょっと久しぶりだからね。あやつじさん、久しぶり。相変わらず綺麗だね。そうね、いいわよ。マジで。私もあなたとおしゃべりしたいなって思ってたところ。もうだったらあやつじさんの方からもね、話題振ってくれたらすごい助かるんですけど。興味が湧いたって言ったでしょ。いや、そう、あやつじさんがね、ちょっと俺に興味持ち始めて、しかもね、なんか接し方がね、ちょっと変わってたんだよ。なんかね、Sな要素をちらつかせてたんだよね、前回。もっとお話ししてみたいなって。マジで嬉しいね、それ。よし、じゃあ俺があやつじを喜ばせてやる。さあ、まずは勉強ですよ、あやつじさんといえば。勉強しないの？この間の話なんだけど。はい、もうクソおもんない話された時の顔ね。っていうことなんだって。からの困り顔。そう。はい、もうめちゃくちゃね、気を使わされてしまうというわけでね。ちょっとね。ただその後正直にちゃんと言ってくれるんだよ。そしてこのおねだりポーズな。もうこれでやっぱりね、もう僕のね、気持ち、沈んだ気持ちをね、明るくしてくれるんですよ。なんていい子だ、あやつじさんは。そんなあやつじさんの運動とかどうよ、運動。あ、これ入りそう。よし。得意なスポーツってある？特にないかな。運動できないのかな。そうなの？うん。でも、苦手なスポーツもないかな。あ、運動に関しては、なんかオールラウンダーな感じなんだね。へえ、万能型なんだ。よく言えば、ね。でも気になるな、あやつじさん。いや、運動できるでしょ、どうせ。だってもうこの世の全てをね、手に入れてるのだから。もうこのゲームのゲームマスターだからね、あやつじさん。ね、前回とかね、おしゃれとか結構刺さったんだけどね、あんま踏み込んだ話できてなかったから、そのまさにおしゃれとかどうよ。おしゃれしないのか。これは？もうこれも同じ反応と。おしゃれな話振ってつまんないってどういうことだよ、マジで。うん。あれ、いまいちだったか。あ、でもテンション下がらなかったぞ。オッケー。全然オッケーじゃないけど、オッケーでいこうとしよう。もうだったら世間話でしょ、こういう時はな。世間話もしてくれないの？なんなら刺さるんだ、今。おい。っていうことなんだって。世間話もできねえのか、あやつじでは。おい。あんまり面白くなかったか。あれ、あやつじさん、なんか意外と何でもできる子かと思ったけど、俺の話、なんか聞く耳も持てねえのか。おい、つまんねえのか、俺の話がよ。分からせるしかないか。娯楽。よし。あ、娯楽が一番右ってことは、あれだね。
5ターン目は左側で攻めればいいのか。綾辻さんってどんな本が好きなの？よく読んでるのは小説ね。まあそうだよな。へえ、月にどれくらい読むの？小説だからさ、一見文系かと思いきや理系女なんだよ。 1,2 冊の時もあれば5冊を超える時もあるわよ。へえ、結構読んでるんだね。昔から本は好きだったから。まあてか理系というかもう何でもできるって感じだよね、本当に。あーなんか勝手にスキップされちゃったんだけど。もうだったらさ、そのなんか会話が合わなかった時もさ、なんかね、飛ばしてほしかったわ。あの反応されると毎回困るんだって俺、普通に。はい、サッカーで転んでしまった、水で洗わないと。え、待って、俺このあ、なんだっけ、ハンカチのイベントだっけ。もやーっとした記憶の中を辿っていくと、多分ハンカチのやつだろうな。え、あーもう会話イベントしかないんだ。うわ、マジか。うわー、ちょっとゲージがね、もう結構溜まってきてるからさ、ちょっとこれ、後回しでいいかな。このびっくりマークのイベントやったらさ、ワンチャン、上限解放されてさ、アタックイベントがもしかしたらできるかもしんないから、ちょっと一旦これ保留にしとこっか。ちょっと一旦図鑑進めるわ、これ。これでね、放課後になると選べるイベントがあるんだよ。びっくりマークのやつ。これね、これ行こうぜ。綾辻さんのお弁当の引け目もあるし、梅原の頼みを聞いてやるか。いいよ、もう梅原なんかどうでもいいよ、そんな。梅原め、急に掃除当番を変わってくれたなんて。どうせ引退した憧れの先輩が部活に出るからとかなんだろ、まったく。あれ、梅原って、あ、そっか、剣道部か。まあ仕方ないか。僕には綾辻さんのお弁当を食べた引け目もあるしな。今日のところはあいつの嬉しそうな顔に免じて許してやるか。優しいね、主人公。あれ？なんかいきなり、わあ、こいつの話つまんねえみたいな。ちょっとその顔で登場されると困るんですけど。あ、綾辻さん、そんな俺が現れてびっくりすること？今日ってあなたが掃除当番の日？わあ、そういうのちゃんと把握してるんだね。いや、違うけど。じゃあどうして掃除なんてしてるの？これは梅原のためだよ。梅原と変わったんだよ。梅原くんと？ Yes。 うん、あいつ今日は早めに部活に出たいみたいで。でもそれでいいの？なんか綾辻さんね、もう合理的というか、なんか全てね、ちゃんともう何もかも完璧にね、こなそうとしてるからね。やっぱそういうのになんか なんて言うんだろう、なんか合わないんだろうね。え、何が、なんか俺の言ってることも意味わかんねえわ。終わってあげたんでしょ？あ、うん、ほら、僕は部活をしてないからね。あなたって本当にお人よしなのね。まあそれを言われたらね、あは、綾辻さんだってそうじゃないか。私は違うわよ。でもこの前俺を頼ってくれたじゃん。でも委員の仕事でいつも遅くまで残ってるでしょ。あれは自分のためだから。そうなんだ、そうなんだって済ませちゃいけねえだろ、主人公。おい、あれ、どうしてそこで黙るんだ。やっぱまだ分かってねえな、お前は。俺が教えてやってもいいぞ。あ、綾辻さん抱えてんだよ、綾辻さんもいろいろと。ねえ、掃除手伝ってあげようか。え、違うわね、掃除手伝わせてくれないかな。まあ別にいいけどさ、その代わり俺も綾辻さんの仕事手伝わせて。いいの？うん、いつも手伝ってもらってるし。ありがとう、助かるよ。別にそこまで感謝されるようなことじゃない。いや、綾辻さんね、やっぱそういう感謝をね、ちゃんと受け止めてほしい。自分のためとか言ってるけど、それがね、人のためになってんだから。うーん、その気持ちが嬉しいから。そうなの？そうだよ。やっぱりあなたもうやっぱね、綾辻さんね、もう何にもかも自分で背負って自分の中で消化しようとしてんだよ、解決。もうだからね、やっぱそうダメなんだよ。普通だと思うけどな。知らぬは本人ばかり、ね、ちょっとやっぱりなんかその辺の感覚がさ、一般人とはずれてんだ、綾辻さん。やっぱもうね、何もかも高スペックも罪だな、まったく。う、今なんて言ったの？別に何も。それより早速始めましょうか。オッケー。いやでも嬉しいね、普通に綾辻さんがもう俺をなんか慕ってくれるようになったわ。こうして綾辻さんが手伝ってくれたおかげで、思っていたよりも早く掃除を終わらせられた。災い転じてって、まさにこんな感じなんだろうな、っていうイベントでした。あーでも特に何もなかったと。うわー、ちょっとゲージ解放してくれないとな。会話、あのアタックイベントやっぱ見たいからさ俺。
7先ルートやってた時さ、レベル1とか2とかあの時のね、それが全然できてなかったんだよ。ごめん、なんか俺、今日の俺、語彙力低いな。体調はね、めちゃくちゃいいし、実況の調子もいいんだけど、語彙力が終わってます。お父さんが言ってたよ。ごめん、俺もやっぱちょっと語彙力の勉強、日々の積み重ねでね、やっていかないといけないよね。頑張ってね、ニーニー。いやー、ちょっと今日ばかりはお前の言葉、ありがたく、な、受け取らせてもらうぜ。さあ、ちゅうわけで、なんかあっという間に終わったね、9日目。はい。まあ、これは受け入れるしかない。ごめんな、リホコ。もうお前アイドルになれ。お前もサンタコス3連覇頑張ってね。森島先輩。もうこれはしょうがないんだ。そういうな、運命なんだから。受け入れるしかない。いくらイベント生まれようが、俺はお前らのイベントをこなすことができない。許してくれ。そうするしかなかったんや。いやー、この長崎のな、アタックイベントとかも見たかったよな、普通に。あのね、レベル3ではね、ひたすらキスすんだけどさ、レベル1とか2とかいうね、まだそのなんだろう、まあ、完全に恋愛ルートには乗っかってない時のね、やっぱアタックイベントってどんな感じかすごい気になるからね。さあ、あやつじさんのイベントは、あ、会話イベントだけか。うわ、どうしよう。これが、明日、全部明日か。まあ、この、多分このね、びっくりマークのイベントやったらゲージ解放されるんじゃないかな、おそらく。いやー、それを待ってからでもいいと思うんだよね、この会話イベントやんの。まあ、ただ、あんまりにも溜め込みすぎると、なんか強制イベントで邪魔された時にね、できなくなっちゃうから。うわー、でもどうしよう。でもさ、待てよ、これがお昼でしょ。いや、ちょっと待つか、ここ待と。ちょっと強制イベントあんま邪魔しないでね、頼むぜ。さあ、じゃあこのびっくりマークやりましょう。本を読んでる、ごめんなさい。読めなかった。さてと、昼食、お前、左のお前、カップルお前見とけよ、お前。目の敵にしてやるからな、お前ら、おい。さてと、昼食も済んだし、校内を少しブラブラしようかな。何に不満があんだよ、おめえらはよ。俺の本睨みつけて。お、あそこで本を読んでるのは。あ、あやつじさんだよな。なんだか柔らかい雰囲気というか、いつものあやつじさんじゃないような。ちょっと声をかけてみようかな。やっぱ考え、もう考え込んじゃってんだよな、やっぱり。もう一周目の時さ、あのままね、ほったらかしにしてたけど、一体どうなったんだろう、その後。あやつじさん？なんか模試とかでさ、すごい、めちゃくちゃいい成績取ってさ、もうなんかね、もう本当に、もうエリートコースまっしぐらみたいな感じだったんだけど、心のどこかでは多分闇を抱えてんだよ、普通に。テラスで読書だなんて、珍しいね。日差しが気持ちよかったから、なんとなくね。随分と集中してたみたいだけど、何を読んでたの？今度映画になるお話の原作よ。映画か。へえ。やっぱりいつものあやつじさんだよな。どうしたの？不思議そうな顔して。いや、なんかあやつじさんの様子がおかしいなと思って。最初座ってるのがあやつじさんだってわからなくて。ん？どうして？絵になってたというか、なんだか別人みたいな雰囲気だったから。何？どういう表情で読んでたの？いや、悪い意味じゃないんだけどさ。そう。なんか気になるな。どういうことや？おい、あやつじ、そろそろ本音を打ち明けてもいいんじゃねえのか？どうした？何その口笛吹くみたいな。キスしたい？俺と。うん、何でもない。な、何その顔？怖い怖い怖い。でも今何かを言いかけてたような。何その顔？あなたがいた私じゃない私っていうのもちょっと素敵だ。なんかちょっと悪役、悪魔の顔だ。物語では定番だけどね。そうかも。何今の表情。絶対人生で初めての表情だ。王様とかになってみたいな。それなら僕はしっかりとした執事で。期待していいの？いいよ。せめて想像上ではしっかりするよ。十分しっかりしてると思うけど。そんなことないよ別に。本心よ。でもなんか普通に仲良さそうな感じじゃん。そうかな、ありがとう。まあ、ただやっぱり何かがおかしいんだろうな。こうしてあやつじさんと楽しく会話をした。やっぱり別人のように見えたのは僕の気のせいだよな。でも本当に気になるな。別人のようってどういうことなんだろう。どういうこと？本読みながら。
もう剣幕な表情で読んでたのか。あれ、ゲージ解放されてねえ、マジか。うわ、しかも会話イベントがめちゃくちゃ生まれた。ちょっとこれはさすがにやらざるを得ないな。これやるか。ゲージうんぬんじゃなくてシンプルにやらないといけねえ気がする。あやつじさん、やばい、やっぱ溜め込むのよくないか。あらって、母、改めてお弁当のお礼を言おうと思ってさ。それくらいいいわよ。いや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 、あなたとゆっくりお話ができて私もすごく楽しかったし。はあ、そう言ってもらえると嬉しいよ。ねえ、何？今よかったらもう少しおしゃべりの続きをしたいんだけど、いい？そう言いながら俺にさ、なんか話題振ってくれて頼んでくるじゃん。僕もそうしたいと思ってたんだ。奇遇ね。イエス。さあ行こっか。これは？え、世間話2連続マジか。いやー、これちょっと厳しいな。食べ物、いや俺食べ物の話したことないんだよ。いやー、食べ物話しないのか。やっぱ、あやつじさん、梅干しの入ったおにぎりしか食わねえのか？なあ。っていうことなんだって、ここスキップしてほしいな、正直。毎回気まずくなっちゃうからね。ここスキップしてほしいわ。これは失敗だったか。さあ、テンションを下げてしまいました。え、だってさ、これまだアタックできないよね。え、できんのか？あれ？あ、俺勘違いしてる。これもう、もしかしたらアタックできんのか？え、でもゲージがさ、まだ、なんか何？手帳か、あれ。なんか、スマートフォンだからよくわからんけど、あのマークまで達してない気がするんだけど。世間話。いや、これ入るわ。よし。動きでわかるね。あやつじさんって高速守ってる？いや、守ってるでしょ。多分。私、高速ってよく知らないのよ。え、ちょっと怖くない？怒られたことがないだけ。え、なんかさ、権力がやばいんじゃないの、あやつじさん。え、まさかこの学校掌握してんじゃねえのか。母、模範生徒なんだね。そんなことない。まあ、それかシンプルに、もう本当に今言ったように、もう模範生徒っていうね。何もかもちゃんとしっかりしてるっていう。もっと別にいるわよ。そうかな。なんかあやつじさんの一言一言がね、鼻にかかるというか、ちょっと怪しいぞ。あ、え、あ、やっぱもうアタックできるんだ。あー、じゃあちょっとこれ大事だね。これちょっと間違ったやつ選びたくないな。だってさ、これ3ターン目でさ、テンション下げたら4ターン目上げても意味ないもんね。うわー、ここ大事だ。ちょっとさすがに勉強刺さるでしょ。勉強刺さるよ。オッケー、よかった。あ、アタックできるんだ。勉強してて難しい問題でつまずくとやる気がなくなるよね。そうかな。私は、まあ勉強ができる子はな、そういうの好きって言うけど、俺は大嫌いです。難しい問題が。ええ、難しいものを解いた時の充実感って、その問題が持ってる魅力だと思う。ね、頭のいいやつはね、そういう風に言えるんだよ。でも俺みたいなバカな人間はそもそも問題解けねえからね、充実感もクソもない、満足感も何も得られない、ゴミしか得られない。そっか。よし、さあここ大事だ。ここ大事だぞ、マジで。おっしゃ、いやー、3分の1選ぶの、これ。まあ、当たり障りないことを選ぶんだったら、やっぱ恋愛一択だけど、まあ、ただ、左側が2分の1か。いやー、これ2分の1の方をさ、やった方がいいよね。いやー、運動、勉強、さっき勉強やったからな、ちょっと待てよ。いやー、運動行く、これ。それか世間話か。うわ、どうしよう、これ。運動。いやー、くそー、テンション下がらないで、お願いします。もうす、あー、大パンしようと思ったけど、その気持ちを俺は何とか抑えた。これさ、でも待って、アタック、これアタックできる？あれ、ちょっと待って、おい、アタックできるじゃん。あれ、なんでだ。あれ、テンションハイじゃないとできないんじゃなかったっけ。あれ、俺なんか勘違いしてる。七崎の時はね、ハイじゃないとできなかったんだけど、あやつじゃミドルでもいけんのか。ねえ、あやつじさん、今日ってまだやることが残ってる。どうして、なんかアタックできた。やった。お、一緒に帰ろうぜ。いい、ね、よっしゃ。あ、用事があるんだったら別にいいけど、うん、実はこれからクリスマスイーンの買い出しに行こうかと思ってた。じゃあ一緒に行こうや、一緒に。あ、そうなんだ、なんで？じゃなくて。いや、だから一緒にでしょ。
それでもよければ、よーし、あなたも一緒にどうかな。いいの？うん、それなら一緒に帰れて買い物もできるでしょ。そうだね。じゃあ私カバン取ってくるわね。やったぜ。まあ僕も行くよ。やった、あやつじさんと一緒に帰れる。こんな嬉しいことはないよ。あれ、なんでアタックできたんだろう。なんか七崎ルートが特別難しいとかそういう感じ。出た、見返り美人図ポーズ。へえ、必要なものは全部メモに書いてきてるんだ。うん、忘れないようにね。まあメモはね、俺も書く。買い物メモとかね、結構書いたりするよ。几帳面なんだね。うん、実行委員長に選ばれたからにはしっかりやらなきゃってだけよ。そっか、なるほどね。でしょ。でも委員長が買い物だなんて。委員なら当然のことでしょ。どういうこと、委員長って。なんか委員の手下どもにパシリで行かせろみたいな、そんな感じ。そうかな。だって自分でやっちゃえば誰かの手を煩わせなくて済むじゃない。まあそうだけどさ。いいのいいの、私が好きでやってることだから。いや本当に好きでやってんのか、ちょっと怪しいぞ。そっか、なんというかさすがやつじさんだな。やっぱ全部背負い込んでるから。次のお店に行きましょう。あ、うん、そうだね。こうして綾辻さんと買い出しに行った。それにしてもまさか綾辻さんが買い出しまでやってるなんて、なんだか意外だったな。いや本当に頑張ってるよね、マジで。さあこれがアタックイベントの中の一つだったわね。いや行けたね、アタック。いやよかったよかった。そんな微妙な動きしなくたっていいだろ。もうお前はレベル2で憧れ行くんだよ。今日は寄り道してきたんだね。ああそうだよ。ミヤにお土産はないの？あるわけねえだろそんなもん。なんかお前あれだな、七崎と神社にいた時もなんかそんなこと言ってたな。あん時はねお前にお守りプレゼントしてやったけど、今回ばかりはなんもねえぞお前には。それともなんか委員会関係のプレゼント渡してやろうか。さあ棚町ちゃんが行ってしまいましたと。でもう中田ちゃんも行くんだろどうせ。ごめんな中田ちゃん、今回もお前に行くことはできない。お前はおたさの姫で頑張れ。もうこれはねしょうがないんです。まあてかもうミヤが何とかしてくれそこはな。なんかすごいサクッと進むね。操じると一瞬で終わるんじゃねえのか。大丈夫かな。まあ別に大丈夫かなって心配する必要ないと思うけどね。さあ操じルート。え、これさ、あれ星マークのイベントやったけど、まだレベル2にはいかないんだね。なるほど。で、そう、操じさんのね、イベントがね、これたんまりあるんですよ。うわー、しかもこれあれじゃん。あのさ、これ会話イベント5つあるからさ、これ全部消化できないじゃん。うわー、ごめん。これ取っとくべきじゃなかったんか。どんどんやればよかったわ。ごめんなさい。まあいいわ。まあでもね、もうこれ、はっきり言っておまけだからさ。で、アタックイベントはね、多分やればやるほどね、同じイベントばっかになると思うから、まあ最悪大丈夫。今って時間大丈夫。だって七崎の時はね、もう同じ場所で3回もキスしたから、俺ら。今って大丈夫？大丈夫よ。よし、じゃあ話しようぜ。もしよかったら少し話でもしない？その歯見せてさ、ニコって笑った時の顔がね、すごいイケメンなんだよ。唯一見える男の顔。ええ、喜んで。よし。うわ、これか。こっから始まんのね。まあこれはしゃあないわ。恋愛とかどうよ、恋愛。いや、恋愛興味ないか。あ、やっとスキップしてくれた。それ最初からやってくれよ。この2ターン目は、あ、さっきはめたやつか、これは。おしゃれ。いや、おしゃれにも興味ない。あ、そこは飛ばしてくれんだよ、そのなんかびっくりした顔。そのびっくりした顔はなんで飛ばさないの？そうなんだ。うん。あれ、いまいちな話題だったかな。まあ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 、落ち着け落ち着け。この3、4でテンション上げればいい。あれ？え、ノーヒント？嘘？これ違うパターンのやつ入ったか？うわーやべえ。これはさ、まあ、当たり障りないこと言うしかねえだろう、勉強。これ入るね。教科書って毎日持って帰ってる？うわー、なんかそういうのあったね。なんか、後ろのロッカーに多少置いていくみたいな。
いざ見たい時に手元にないと困るでしょ。まあね、家で勉強、まあでも高校の時はそういうのなかったな。小学生の時はあったかもしれんけど、でも毎日となると大変じゃない。そうなのよね。まあ荷物重いしね、本当に。たまには軽いカバンで登校できたらな。はあ、それはいいね。どういうカバンで来てるんだろう。手提げカバンみたいな感じ。さあここ大事ですよ。ここでなんかさっきねミドルの状態でもいけたんだけど、これどうなんだろう。まあでもやっぱさ、ここでさローにしたらさすがに多分アタックできないだろうから、どうしようこれ。勉強とかね無難だと思うんだけど、いや運動だこれは。これは運動の匂いがする。そうですよね。あでも多分勉強も入ってたな。冬の体育ってマラソンが多くて嫌だよね。確かに。そう？またびっくりしてるわ。せめてグラウンドを回るだけじゃなくてコースにしてくれればいいのに。あ、それは明暗かも。どういうこと、コースにしてくれって。別にグラウンド回るのもさ一つのコースじゃないの。雰囲気が変わった方がいいわよね。あ、なんかそういう独自のコースみたいな、そんな感じ。よし、さあ2回目のアタックイベントだ。さあマシンガンアタックいきましょう。さあそろそろね、なんか一緒に帰るだけじゃなくて、もう俺らさそろそろねちょっとハレンチなことやってもいいんじゃないのか。あ、やつじさん、いやこのピアノの曲はねこれ確定演出マジで。ん？何？前から思ってたんだけど、あやつじさんの髪ってすごく綺麗だよね。なるほど、髪触るところから始まると。おっと、あやつじさん初めて顔赤くしてないか。うん、でもたまにケアしてる程度。おい、メスの顔見せてるぞあやつじが。へえ、そうなんだ。うん、ちょっと触ってみたいな。ちょっとお願いしてみようかな。よしね、ねえあやつじさん。ん？あの変な話なんだけど、触らせてもらってもいいかな。え、髪を？うん、改まって言われるとおかしな感じね。どうだい？嫌ならいいんだけど、やっぱその天使の輪っかが入った髪触ってみたいな。どうだいベイビー。いいわよ別に。え？髪触っても。え、ほ本当に？うん、少しだけなら。マジで？やばい、触らせてもらえた。え、見せて。うわ何これ。うお、これはすごい本当に絹みたいだ。どういう例えだそれ。それは褒めすぎよ。え、そんな髪がサラサラだったら絹みたいだっていう表現すんの？初めて聞いたぞそんな表現。ううん、そんなことないよ。そうかな、ブラッシングするともう少し手触り。まあやつじさん本当に髪が綺麗だもんね。え、そうなんだ。ええ、ホコリを落としたり潤いを与えたりする効果があるの。だでも天使の輪っかがさもう光り輝いてる、光沢出してる、金属からね放たれる光沢そのものだぜ。へえ、なるほどね。それにしても毛ぐし程度じゃ全然引っかからないんだね。そうね、確かにな。本当にさ、いやシンプルに気になるわ。やっぱ俺もさ、なんか櫛とかでさ髪整えてるやっぱ普通にさ引っかかってめっちゃ痛いんだよな。気持ちいいな、ずっと触っていたいくらいだよ。え、こんなにサラサラになるのかさ不思議でならないよ俺からすると。はい、おしまい。もうちょっと触らせてよ。でもこのあやつじさんの一枚めちゃくちゃ可愛いね。恥ずかしいわ。ははは。それじゃあ私この後用事が。でもなんかそういうの平気で許してくれるのマジかよ。ありがてえ、ありがとうあやつじさん。どういたしまして。いやーもう俺たち一線超えちゃったな。サラサラの感触がまだ残ってるよ。おいエビフライリーゼント野郎、お前どうだよ。てかさ、ちょ待てよお前、あのさ教室にさ普通に生徒いる中でそんなことやってたのか俺ら。やべえな、これはしばらく忘れられそうにないな。だってさあやつじさんいろんな生徒がさたかってくるじゃん、勉強教えてあやつじさんみたいな、そんな感じなのにさ俺たち二人がこんなことしてんのにさこいつら何とも思ってねえのかよ。
で、右のやつ、机に突っ伏してるやつ、お前陰キャだな。かわいそうに。な、俺これからあやつじさん落とすんだぜ。いいだろう、羨ましいだろう、お前ら。さあ、というわけで、もう上から順番にやってこうぜ。いや、いいイベントだったね、今の。もう一回見たいわ。あ、ちょうどいいところに。さあ、3回目のアタックチャンスといきますか。な、あやつじ。今、ちょっと時間いいかな。いいけど、お前覚悟しとけよ。よかったら、少しお話でもどうかなって。お前平気でこれから先はな、セクハラしてくからな。お前覚悟しとけよ。話するたびにな。いいに決まってるだろ。うん、いいよ。よかった。さあさあさあ、テンションハイの状態ですからね。まあ多少あれミスってもいいんですよ、この辺。ね、食べ物の話とかそろそろしたい。え、なんでさ、食べ物の話かたくなにこだわるのね。なんで拒んでくんの。いいじゃん、飯食え、お前は。これはもう左側安定ですね。勉強。ちょっと俺理科、物理が苦手らしいからね、主人公は。ちょっと物理の勉強教えてよ。あやつじさんって頭いいよね。そうかな。うん、成績だっていつも上位だし。上位ってことは1位っていうわけではないのか。成績と頭の良さってあまり関係ないと思うけど。まあでもさ、いずれはね、なんか全国模試でさ、冊子乗るんだって。やばいよ、あやつじさん、マジで。そう？うん。なんで？いやいや、素直に頭いいこと褒めただけなのになぜ？なぜあやつじさんのテンションが下がる。まあそういう時は世間話で茶を濁すと。この学校の好きなところってどこ？いい先生がたくさんいるところ。すごいよね、あやつじさん。先生に対しても積極的にね、話しかけに行くんだよ。職員室行ってな。わからないところを聞きに行くと丁寧に教えてくれるのよ。へえ、そうなんだ。とか言っときながらね、さっきのなんかあの権利の話もしたけどさ、この学校掌握してて先生を奴隷のようにね扱ってる可能性もあるからな。油断できんぞ、この女。自分一人で悩むより効率がいいんだから。は、確かにそうだね。まあでもさ、先生に聞きに行くってことはさ、生徒たちには何の信頼もしてないってことよね。まあ要するにやっぱこの学校の生徒はね、あやつじさん以外は全員バカというわけでございますよ。そんなあやつじさんに僕は勉強の話を振っていく。さっきはテンション下げちゃったけど、今回ばかりは頼むぜ。あやつじさんって暗記は得意？苦手じゃないけど、どうして？まああやつじさん、暗記というかさ、やっぱ物事を理論的にね考える感じがするからさ。僕暗記が苦手だから、コツがあったら教えてほしいなって。あやつじが苦手だからって言いそうになったわ、ごめん。そうね、一度で覚えようとしないこととか。あ、なんだっけ、エビングハウスの忘却曲線みたいなのあるじゃん。何回も繰り返しやるんだよな。その箇所を次の日にもう一度覚え直してるの。次の日もやるし、1週間後にもやるし、1ヶ月後にもやるみたいな、そんな感じでやっていけばいいみたいなことを聞いたことがあります。長期記憶と短期記憶があるんだよね。おい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 、お前簡単にアタックさせてくれるじゃねえかよ、この女。簡単な女だな、まったくあやつじ。おい、あやつじさん、またお願いがあるんだけど。もう一度触らせてもらってもいいかな。もしかして髪かな。うん、どうしようかな。でも、あれ、前回はもうその後禁止みたいなの言われたっけ。ごめん、もう俺さ、数分前の記憶が抜け落ちてんだけど。まあでもいっか、触ればいいんだよ、触れば。お願いします。でもさ、髪だけじゃなくて、そろそろさね、その赤くなった頬とかも触らせてよ。ありがとう。主人公髪フェチか。出た、この一枚。ちょっとこれテキスト消そうぜ。どうやって消すんだったっけ。あ、 L2 じゃない、 R2、 あれどれだっけ、ちょっと待って、忘れちゃった。 R1 か、これだ。この一枚めちゃくちゃ可愛くない、マジで。いや、あやつじさ、ほんま顔が整ってるよね、マジでね。おお、すごい、やっぱりサラサラだな。ねえ、そんなに気に入った？うん、正直言ってかなり。なんだか嬉しいな。あれ、あやつじさんもまんざらじゃないね。なんていうか、手触りがいい上に甘い匂いがするんだよね。え、やだ。あ、
やべ、セクハラ発言しちゃった。でも嬉しそうじゃん。ごめん、ついダメ、許さない。なにそれ、ちょい、触らせるだけでも恥ずかしいんだよ。ちょ、今の言葉ダメ、許さない。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。あ、もうこれだけで抜ける。は、触らせても恥ずかしいんだよ。そうなんだ。男の子にはわからない感覚かもね。まあそうなのか。うー、そういうもんか。反省すること。反省し、あー、はーい。それじゃあね。いや、嬉しそうじゃん。顔は隠して笑顔をね、見せるってことはもうそういうことじゃん。はー、すごくいい匂いだったな。マジかー、レベル1のアタックイベント全部髪触る系のイベントか。このゲームのことが分かってきちゃったぞ俺は。まあだったらいいだろう、もう一回触らせてくれ。あやつじさん。おい、なんか嬉しそうな顔してたけど、やっぱさっきの髪触られてたのがやっぱまだね、心に残ってるか。あー、ごっくん、あの時ありがとう、おかげで掃除が早く終わった。そうじゃねえだろ、掃除の話じゃねえだろ。そうだよ、いや、ちゃんとお礼をしたかなって不安だったから。大丈夫、それならちゃんと言ってたから。そっちじゃないだろう、髪触らせてくれたことだろう、よかった。やっぱりあなたって面白い。面白いかな。うん、とっても。じゃあさ、その面白い僕と話でもどうだい。いきなりのお誘い。うん、髪触らせてほしい。はは、さすがに無理があったか。そうね、今のは60点かな。じゃあ髪触らせて、でも9大点はもらえるんだ。採点は甘めにしたのよ。その代わり面白い話を、ね、任せろ。お前ここまで3連続で俺アタックイベント成功させてんだぞ。あやつじの気に入ってる話題なんぞ手に取るように分かってるからね。世間話だろ。まずはな、最近めっきり寒くなってきたよね。そうね。あやつじさんは寒いのは苦手？そうでもないけど、でもやっぱり暖かい方がいいかな。まあそうだな、でも俺やっぱ夏が好きだわ。はあ、そうなんだ。春は花粉症つらいし、秋はねなんかめちゃくちゃ鼻水出て嫌。あなたは寒いのは苦手？まあ昔はね、寒いの平気だったけど今はそうでもないわ。うん、どちらかというと苦手かな。どうして？布団から出たくなくなるから。なるほどね。まあこれはもうね、誰しもがそう思ってるでしょ。さあ、なるほど、こっちから選べと。ねえ、もうさ、そろそろさ、食べ物の話しようよ。ねえ、なんでや、おい、なんで食べ物食え、お前は飯を。この間の話なんだけど、あやつじさんってなんでそんな飯食わないのっていうことなんだって。いい加減おにぎり以外も食べようぜ。ねえ、ちょっとね。なんでだ、なぜ食わん、なぜ飯を食わない、お前は。これあれだね、世間話確定だ。さあ、下げたテンションは上げればいい。クリスマスパーティーでどんなイベントをやるかってもう決まってるの？ううん、まだよ、今場所の割り振りをしてるところ。でもさ、このゲームさ、クリスマスの日が最後なのね。でさ、あやつじさんクリスマスイーンになっちゃってるからさ、クリスマス当日は多分委員の仕事で、多分俺の相手なんかしてられないよね。どう過ごすんだお前ら。ねえ、仮に付き合うってなった場合は。そっか、例年よりも希望が多くてね。どうするんや主人公。へえ、そうなんだ。嬉しい悲鳴ってとこ。まあゲーム内のな、こいつらはまだ分かってないと思うけど、俺はな、もうあやつじさんと付き合う前提でな、このゲームやってんだからよ。覚悟は違うぞ、このゲームの主人公と。4段目、まあこれ罰が2つあるからね、選びやすくなってるでしょ。てかさ、3分の2かこれ。もうここまで来たらさ、俺食べ物信用できないよ。もう世間話か勉強でしょ。じゃあ勉強。よっしゃ、これ入る。よし、やっぱ食べ物の話聞かないんだね、あやつじさん。普段どれくらい勉強してる？それって授業を含めて？まあ授業含めてもしょうがなくない。それなら3、4時間かな。授業含めて3、4時間ってさ、やってなくね、それ。そんなに？
なんとなく習慣になっちゃってるのよ。え、だって授業含めてで、授業って普通 3,4 時間当たり前のように超えてないか。まあ仮に授業時間50分だとして、だって3限とか4限とかね言ってたらもう大体それぐらいになるでしょ。それはすごいね。良くも悪くもね。悪いこともあるんだ。ええ、趣味に使える時間が限られるの。ああ、なるほどね。あ、違う、待て、うーんって言ったからさ、これ否定したっていう意味か。授業の時間含めずにってことか。いや、さすがにそうだよね。さすがにそれはおかしいよな。ああ、なるほどね。趣味に使える時間が、あ、なるほどね。いや、もうちょっとさ、趣味しようぜ、あやつじさん。てか、あやつじさんの趣味ってそもそもなんだ、勉強か。そんなことはどうでもいいから4回目のアタックださ。あやつじ。3回目だね、髪触るのは。触らせてよ。もうさ、今回はもうさ、頭、あの髪の毛だけじゃなくて頭皮も触らせてくれ。あやつじさんの髪、いい匂いだったな。それにあの手触り。どうしたの？あやつじさんももう気づいてるでしょ。あ、いや、なんでもないよ。そ？まさか髪の匂いを思い出してたなんて言えないしな。ははは。変なの？まさか。おい。じゃあ、私行くね。先生に呼ばれてるの。待って。あ、うん、なんでや、おい。うん、またね。おい。何やっとん、主人公。何やってんの、お前は。ちょっと主人公がマジで意味やふ、意味ふマジで今のは。ね、何してくれとんの。うわー、これ、会話イベントだけど場所が違うんだね。屋上、図書室。まあ、やっぱ放課後と言ったら屋上でしょ。それにさ、屋上に行けばさ、触らせ、あ、なんかここパスしてくれんだ、なるほど。いや、屋上だったら髪触らせてくれんじゃねえのか。やっぱさ、教室だとさ、やっぱ周りの生徒のね、目線も気になるからね。やっぱ屋上よ、こういう時は。ね、運動と娯楽、おしゃれ、恋愛、運動。まあ、一旦目は OK。一旦目は全然 OK。いいぞ。もうね、その刺さらなかった時は、もうね、あの、普通にスキップしてもらって結構なんでね。世間話。なんか世間話すごい刺さるね。冬になると朝起きるのが辛いよね。私は案外平気よ。うわ、すげえわ。確か7先も朝平気じゃなかったっけ。すごいね、本当に。もう早起きが習慣になっちゃってて、目覚ましよりも早く目が覚めるの。もう早く起きてもさ、やること見つからないからって、俺もう一回寝るぞ、俺は普通に。そう、そりゃすごいね。さすがだな。やっぱしっかりしてる。やっぱね、本当にこういう、なんだろう、何もかもしっかりしてる人ってね、やっぱ朝ちゃんと起きれる人だからね。左側2分の1、右側が5分の2か。まあでもどうせな、エッチ行動なんてね、刺さらないだろうし。うわー、でもこういう時こそさ、食べ物の話したいけどね、俺は。恋愛とかどうよ、恋愛。恋愛しろよ、お前は、ちょっとは、ねえ。あ、でもテンション下がらなかった。よし。あ、これ世間話確定じゃん。よっしゃ。あの、ただテンション下げないでね。あやつじさん、部活はしてないの？今は委員会で。いや、これで部活やってたらマジでやばいぞ、本当に。そっか、そうだよね。もう頭バグるぜ、ほんま。興味はあるのよ。へえ、何部が気になるの？とりあえず陸上部だ。あ、やっぱあやつじさん陸上ってことはやっぱ運動できるんだ。何も考えずに走れたら気持ちよさそうだなって。いや、でもさ、長距離とか地獄でしかないじゃん。よくでやるわ、そんなね、七崎といい。なぜだ、理解ができない。おい、え、あれ今日5回目アタック。ねえ、何回アタックさせてくれんの、このゲーム。さあ、屋上ならあやつじさん逃げられないぞ。髪の毛触らせてくれよ。ね、あやつじさん、今日もクリスマスイブの仕事はあるの？仕事って仕事はないわよ。あー、でもそっか、放課後のアタックイベントに一緒に帰るっていうのが多分あれだよな。じゃあ僕も一緒に行っていいかな、うん、やったね。じゃあ早速だけど行きましょう。うん、そうだね。え、どこ行くんだろう。この前と一緒かな。ありがとね、
今日も付き合ってもらっちゃって。いやいやいや、もうなんならこれから先ね、ずっとでいいよ。そんなの気にしないでいいよ。そもそも誘ったのは僕なんだから。うん、じゃあ気にしない。うん、気にしなくていいよ。はははいいじゃん、もうお前ら関係良好、広末涼子じゃん。ところで今日は何を買うの？模造紙とビニールテープね。じゃあデパートの文房具屋さんかな。ええ、そうね。成り行きとはいえこんな可愛いこと一緒に歩けるなんて。これ左の大王っていうのはあれダイソーか。あれもしかして僕ってとんでもなくラッキーなんじゃないのか。ん、どうかした？あ、いやごめん、なんでもないんだ。そう、ならいいけど、あんまりじっと見られると。いやすまんすまんすまん、ごめんほら早く行きましょう。そうだね。いやー羨ましいやお前ら。おすげえ、店の中も映してくれるんだ。これで買い忘れはなさそうね。いや、あやつじさんのこの服装マジで可愛すぎん。そのコートにマフラーといい。そうだね。すみません、これください。店おば、ありがとうね。そうだ、すみませんが領収書もお願いできますか。なんか領収書とかもなんかちゃんと見せないといけないのか。はいはい。領収書、ええ、学校に提出しなくて。うわー、細かいねその辺ね。へえ、そうなんだ。はい、お待たせ。はい、お待たせ。なんかそういうさ、あれから予算、まあこれあやついさんのね、さすがに自腹じゃないだろうから、やっぱそういうの必要なんだろうな。うん、気量のいい彼女だね。逃がさぬようにしっかり捕まえとき。彼女だって。あら、違うのかい。さあどうでしょう。お前嬉しいだろ、そんなこと言われて。こうしてあやつじさんと買い出しに行った。まあ俺らね、正式に彼女になりますから。うん、あやつじさんが僕の彼女か。はあ、本当にそうだったらいいんだけどな。本当にそうだったらいいんだけどな、じゃなくてもうね、するんです。もう確定事項な。たとえ失敗したとしてもな、俺は時空を超えてまた戻ってくるんだ、この世界に。いやー、たくさん会話イベントこなしましたわ。ただ唯一ね、ちょっと一個だけできちょっと一個できなかったの残念だね。やっぱ時間ちょっとさ、安易に進めるもんじゃねえな。アタックイベント取っときたいからっていう理由でさ、なんか保留してたけどダメだったね。顔がデレデレしてるけど何かあったの？だって今日俺3回髪触ったもん、あやつじさんのね、羨ましいだろ。おい、お前の髪触ってやってもいいぞ。さあもう一日だけやりますかね、金曜日まで。そう、これでさ、もう星マークのイベントやって、まあこの辺のね、あの会話イベントも一通りこなしたから、おそらくねレベル上がると思う。これであやつじさんのレベルもね、多分上がっていくと思います。よーし、さあまだまだこれ来ました。本当に不思議な人ね。なんだそのなんか探偵みたいな服装は。人のために何かをする行為は結局自分の身に返る。ああいうタイプの人はあと一歩先を見通せればうまく生きられるのに。そんなさあね、堅苦しいこと言わなくても、そんな分析しなくたってな、恋というものはそこにあるもんなんだよ。それとも私とは違う価値観を持ってるのかな。価値観が違うとかどうでもええや、そんなことは。ちょっと気になるかも。あれ、そういえば私が誰かを気にするなんてもしかして初めてじゃない。 This is 恋。変なの。もしかしてつかさ、お気に入り。うわ、もうさ、何そのとろけるボイス、普通に ASMR じゃん。ねえ、ああもう何考えてるんだろう私。いいねこれ、あやつじさんの声めちゃくちゃ好きだ俺。もう休憩終わり、サクッと古文の予習してお風呂入らなくっちゃ。めちゃくちゃ可愛いじゃん、あやつじ。そのメスの顔俺に見せてくれ。七崎ちゃんごめんな。まあでもお前とは前世でね付き合えたから、もう OK ってことにしよう。さあというわけで、さあこっから第2章幕開けでございますよね。ここからね、俺とあやつじの恋物語のスタートですよ。いやー楽しみだ、楽しみでならねえよ俺は。おい、この気持ち
抑えられないこの気持ち。さあ、ここは時間進めて。まだないか。じゃあもう一回ね。全然ないね。放課後までなんもないのか。さあ、あ、強制イベントか。なるほどね。まあとりあえずね、ちょっと今日なんか早く終わりそうだけど、まあこのぐらいにしとこっか。さて、いい時間だな。今日もそろそろ帰るとするか。うん、あれ、なんだろう、あそこに何か落ちて。手帳か。あ、やっぱあれ手帳だったんだ、あの黒のマークね。誰かの落とし物かな。うーん、どこかに名前でもあれば届けてあげられるんだけどな。まあこれ、あやつじさんのだよね。ちょっと中を、大丈夫、なんか怖いぞ。えあのさ、あやつじさんやっぱ頭いいからさ、なんか後々さね、もう私の人生が台無しになったら、この地球ごと破壊するためにね、私に何ができるのか、どうやったら地球を破壊できるか、人類滅亡できるかみたいな、なんかそんなこと書いてんじゃねえのか。すごい予定がぎっしりだ。あ、見ちゃったんだ、もう綺麗な字だな。一体誰のものだろう。怖くない、人類滅亡化計画とか書いてあるんじゃないの、そこに。うわ、あった。いやいや、ちょっと待って、今のさ普通に怖かったんだけど、俺普通にびっくりした。いや、もうホラー演出やんそれね。うわ、あやつじさん、やっぱあやつじさんのだったんだな。それ私の手帳なの。そうなんだ。それならよかったよ、ちょうどここで拾ったところだったんだ。なんか怖い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 。はい、どうぞ。ありがとう。やばい、殺されるかも俺。もしかして中を見ちゃったりして。いや見てないよ。いや少しだけ、どこかに名前があればと思ったならごめん。見ちゃったんだ。いや、だからごめんって言っとるやん。でもスケジュールのところだけだよ、それだけ。あとは、おい、そのメモ欄に地球滅亡化計画、はい、当てます。メモ欄もね。あやつじさんって綺麗な字をしてるんだね。その綺麗な字で書かれたもの、もうね、絶対やばいこと書かれてるじゃん。いや俺の暗殺計画も絶対書かれてる。でもほら、そのあやつじさん、あーまずったな。まさか落とすなんて思いもしなかったわ。俺のさ、この予想的中率ね、おいあやつじ、やばくない？もうだからさ、俺さ言ったじゃん何回もね、俺あやつじ絶対やべえやつだって。いや、その顔でな、お前は人類滅亡化計画を立ててたんだよ。そんなこと分かってるぞ俺は。え、すげえ、俺にしか見せないその顔。何、コントローラーブルルンってガッツ。あー、やばいわ、殺されるわ。あー、公衆系だこれ。みんな見たのね。見てないです。でもガチで殺しにかかっとるやん。あやつじさん見たんでしょ。だから見てねえってば。胸が当たって。あー、なんかそういうプレイなんだ。いいじゃん、だったら俺もさ、ちょっとね、ズボンのチャック開いてさ。答えなさい。いや、僕は何も。あ、もし気に触ることをしちゃったならちゃんと謝るから。もう何を言っても遅いわよ。やばい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 、マジで殺される。ひどいことになるの分かる？私の秘密見ちゃったんだもん、仕方ないよね。だから僕は本当に、この状況なら誰でも言うでしょ、何も見てないって。いやでも、あなたって隠し事下手だね。そんなあれは特にないんですけど、それより胸をどうにか。正直者はバカを見るってとこかしら。あのあやつじさんってもしかして。もしかして何？人類滅亡化計画やっぱ立ててますか？ここじゃ誰かに見られちゃうかも。何？この後暇よね。今日は、まあ、今日はね、この後あの奈良崎ちゃんとね、あの温泉行きます、人を巡りね、暇でしょ。暇じゃない。あ、はい、暇です。はい、これは逃げられるような雰囲気じゃないよな。じゃあちょっと付き合ってくれるかな。どこに。いいからさあ行きましょう。もうこれ絶対殺されるって、マジで。とにかく綾辻さんについていくしかないよな。もう分かってたぞ俺は。
でもまさかあっこまでさ、なんかもうが表情も声もそこまで変わるとはちょっとさすがに俺も予期はしてなかった。大丈夫？どういうこと？別にそれはこっちの都合だから気にしないでいいわ。何この場所、ヤクザのたまり場みたいなところじゃねえかよ。うん。じゃあ早速本題、あなたどこまで見たの？それって手帳のことだよね。それ以外にないでしょ。いやごめんなさい、スケジュールのところとメモ欄の走り書きを少し、そこに人類滅亡化計画が書かれてましたわ。それだけ？うん、そうだよ。でも綺麗な字って書き殴ったあれを皮肉で言ってたわけでしょ。いや別に書き殴ったあれってなんで、僕は別に単純に字が綺麗だねって褒めたつもりだったんだけど。本当に見てないの？鈍感だなやつじ。だったから最初からそう言ってるだろ。ちゃあ、何だよあっちゃーってよ。なんていうかそんなに気を落とさないで。違う、あなたの間抜けさに呆れてたの。どういうことよ。だいたい見てないなら見てないで堂々としてなさいよ。おかげで深読みしすぎちゃったじゃない。いやそれはどうしようもないですわ。あー、うん、ごめんなさい。もういい。でもいいじゃん、俺らね髪触り合う仲なんだからさ。あやつじさんやっぱりそうなんだろうな。ねえあやつじさん。何よ。あやつじさんって普段は猫かぶってたりするのかなって。それを言っちゃったらなもうあやつじさんね刺さっちゃうよね。いやでも俺にだけその姿見せてくれ。わかりやすい。やっぱあやつじさん単純な人間だね。だから何？猫かぶってちゃ悪いの？私が誰かに迷惑をかけたとでも？でもさ、その姿さクラスのみんなにはね見せてないわけでしょ。はあ、そうだね。いや俺にだけ見せてくれるんだよな。あそうだ、それともう一つ。何？あの手帳には何が書いてあったの？え、だから人類滅亡化計画っつってるだろ。慌てるくらい大事なこと？そうね、見られたら私が絶対そうじゃねえかよ。絶対そうじゃん。先生の暗殺計画も立ててんだろうが。どんなことが書いてあるんだろう、気になるな。それはやばいわ。見た人も学校にいられなくしてあげるけど、ね、それやばい。それ多分おそらく学校に核爆弾落とすんだきっと。よし、自分の身のためだ、このことはきれいさっぱり忘れよう。はあ、それにしても失敗したな。3年間このままいけると思ってたのに。でももうなんかいろいろぐちゃぐちゃになっちゃった。はあ、早とちりだったね。うるさいわね。自分の曖昧な態度を棚に上げて喋らないでよ。でもさ、絶対さ、あやついさん確かに今もう本性を表したけど、いや絶対さ、他にもなんかさ、心に抱えてるさ、闇的な部分あると思うんだ俺は。それは責任転嫁じゃないの？何？まあいいか。あなたが言わなければ問題ないわけだし。まあ俺らはもう信頼ね、できますから。うん。さ、それじゃあ自分がどうしたらいいか言ってみなさい。はい？いきなり何？察しが悪いな。何？いい？今日のことを誰にも言わないでって言ってるの。でも本当に何が書いてあったんだろう。学校にいられ、やっぱさ、もうね、クラスの生徒がもうバカしかいねえからさ、やっぱそいつら殺してしまいたいみたいな、やっぱ書いてあったのかな。それは別に構わないけど。けど？どうしてそんな命令口調で言われなきゃいけないんだよ。だって私、あなたに胸を触られたもん。いや触られたんじゃなくて、あなたがね押し付けてきたんじゃん。さ、触ってないよ。それにあれはあやついさんが。私が？そうだよ、押し付けたというか。触れたことは否定しないと。それはじゃあ私今からあなたの家に行って胸を。触りたいです。わかった、それで分かったから、それだけは交渉成立ね。ご強要成立。何か言った？出たその顔。何その顔。いいえ、その顔されるとマジ怖いからやめて。何？このことは誰にも言いません。あやつじさんは裏表のない素敵な人です。このことは、はい、このことは誰にも言いません。あやつじさんは、あやつじさんは裏表のない素敵な人ですよ。この程度は一度で覚えなさい。裏表のないってか、もう裏でいいよ。お前はずっと裏にいてくれ。裏表のない素敵な人です。でも俺は裏のあやつじさんが好きです。ずっと裏でいてください。はい、お利口ね。ご褒美に胸でも触る？はい、絶対触らない。
触れよそこは。的確な判断ね。それじゃ明日からよろしく。あ、あやつじさん、手帳拾っただけなのにどうして僕がこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。それにしてもあれがあやつじさんの本当の顔か。うー、こんなの誰かに言ったところで絶対信用してもらえないよ。え、本当に俺だけなのかな。姉ちゃんに対してはどういう接し方してんだろう。でも姉ちゃん鈍感でなあ、天然だからなんか何とも思ってなさそうだけどね。でもなんでそういう二面の顔を持つようになっちゃったんだろうね。素のままをやっぱ出してたらやっぱり嫌われちゃうからとかする。ああ、だからそうだ、絶対そうだわ。本当はそのね、あやつじさんが言う裏の顔で痛いんだけど、やっぱそうするとさ、ね、やっぱみんなからさ、君がね、君悪がられるからさ、やっぱ学校では真面目ぶってるんだよ。でも本当は裏で痛いっていう、そういう感じだ。そういう闇を抱えてんだな、あやつじさん。いや、いろいろ分かった。勉強になったわ、今回は。というわけでね、そんなあやつじさんの真の顔がね、見えたところで、うるせえ、お前は。ちょっと黙っとけよ、俺が喋ってんだから。頑張ってね。分かった。頑張る。裏のあやつじさんにね、どう接していいか今から考えるから、もうちょっと黙ってて。もうというわけで、そう、いろいろ勉強できたからね。まあそんなあやつ、いや、もうね、いいよそれで。あやつじさんね、裏表のないとか言ってるけど、もう裏のままでいい、君はな。だからクラスメイトも裏の顔さらせや、お前はな。そしてその裏の顔のまま俺たちは付き合っていくんや、そういうことや。というわけでね、まあそんなあやつじさんの素性が知れたところで今回は終わりたいと思います。それでは皆さん、シャープ4でお会いしましょう。さようなら。